森川葵が新型コロナ感染、現在は自宅療養中。女優の森川葵が新型コロナウイルスに感染したことが11日、分かった。所属事務所の公式サイトで発表された。森川は9日に発熱の症状が見られたため、同日 PCR 検査を受験。翌10日に陽性が確認された。現在は平熱に戻り、保健所の指示のもと自宅で療養している。同事務所によると、レギュラー出演する日本テレビ系、それって、疑問符？実際どうなのか、水曜後11時59分は、今週予定されている番組収録を欠席する。NHKE テレ、太田光のつぶやき英語、木曜後10時55分に関しては、直近の撮影がないため、放送に影響はないという。